カジクリ号第地駅は山口県下関市両ら牧新町3丁目にある西日本旅客鉄道山陰本線の駅である。1935年10月1日、国有鉄道のカジク駅が山陰本線安岡駅両ら牧駅間のほぼ中間地点に設置された。しかし、太平洋戦争中の燃料統制により、同線で使用されていたガソリン動車が使用できなくなり、 1941年8月10日に廃止された。その後平成期に入り両ら牧駅北部から新下関駅にかけての川中地区が下関市街地に近いニュータウンエリアとして注目を集めた口開発が進み、約67年ぶりに駅が復活することとなり、2008年3月15日に開業した。ただし駅設置場所は旧駅とは異なる。 駅設置決定時は、旧駅名と同じ、かじ駅の仮称が与えられていたが、金傍の両ら牧号遺跡周辺の地名にちなみ、合大地の名所を後ろに付すことになった。ホーム畑西方面に向かって、右側に短式ホーム一面一線を備えた、地上駅。駅舎は設けられず、下関駅管理の無人駅で、ホーム上に自動券売機が設置されている。 ホームの反対側にあたる駅東側に駅前広場が整備され、東側からは古線橋を通じてホーム側へ回ることができる。1日の平均乗車人員は以下の通りである。川中地区と安岡地区のほぼ中間、西側に国道191号が並走する場所にある。駅東側は市街化調整区域となっていて、田が広がるが、駅北側と国道の西側は、 新興住宅地となっている。駅南東に、両羅牧号遺跡公園があり、その一角に、下関市高古博物館が設けられている。JR 西日本広島支社ニュース2006年11月2日付より、ハット JR 西日本ニュース2007年9月19日付より、家じくり駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。